決めたよ、兄さん。あとは奴らか。サスケ、みんなを現実から覚まさせるにはどうすりゃいい？リンネガンの現実はリンネガンで処理できる。あの額の目、奴の影4体に四方を囲まれてるぞ。皆の幸せの邪魔をしているのだ。お前、俺は地獄を天国へと変えた。最初は柱場も俺も目的は一緒だった。そして一緒に行動を始めた。だがそれでは真の平和にはたどり着けない。俺の主張は退けられた。忍びの世界は柱間の理想のもとに進んでいった。戦いはやまない。それが柱間の作った忍び世界だ。今人は皆真珠の中でそれぞれが幸せな夢を見ている。もう理解しろ。全て終わったのだ。お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。まだらよ。お前もまた幻の夢の中にいたのだ。どうなってんだってばよ。ここへ来て仲間割れか。そうじゃない、あいつ今かぐやと言った。やがて母の力はうぬぼれを生み、人々はその力の存在を恐れぬようになっていった。今この場でチャクラを吸収してやる。動っけねえ。安心しろ、皆を殺したりはしない。無限月読みは内派によって忍び世界に永遠の平和をもたらす術だ。俺はお前などよりはるか昔から存在している。お前はそのために動いていたのだ。幾万の夜を数え、あれをより代に再び一つとならん。復活の物語は。これ中火どころじゃねえぞ、ジャグラー。動く前に止める。今のあの二人なら大丈夫だ。羽衣と羽村、いや、これがインドラとアシュ。したのは羽衣か。このチャクラ、マダラなど火じゃない。こんな奴が存在するとは。オビト、あなたの目的は何だ。忍衆、いや忍びと言った。もう戦いはやめにしよう、ここではな。この感じ違う。血寄せの術。何してる。俺じゃなくて。オビトは区内で差し止めただけ。
さすが、カカシ先生。オビト、手荒くなってすまない。まさか別空間を口寄せしたとでも言うのか。お前にここではっきり言って、俺とお前どちらか一方が死んだとしてもこの世は終わりだ。そうできなければ人類は滅亡することになる。この意味わかるな？分かってんよ。お前の言ってることも分かってるつもり。サスケ、お前なんて顔してやがんだよ、このうすらトンカチ。まあいや、この意味お前ならわかるよな、サスケ。ありがとう、ナルト。しまった！こうなったらスサノオだ。マダラの棒が強大なチャクラを感知した場所まで行ってみれ。消えた。マダラを倒したのか、ナルト。お前受けるのか。影分身の術。さくらちゃんとカカシ先生を頼む。お前が瞬身の術みてえなの使えるようになってたの忘れてたぜ。チャクラを分けた我が子たち、動けねえ。かぐやはお前たち二人を見て我が子二人を思い出したようだ。クロセツ、お前は何者だ？俺はかぐやの子供だ。母の名を知っているということは羽衣にあったという。ここまで協力するインドラとアシュラの転生者は珍しい。お前たちに見せて、飴玉はないが紙芝居の始まり。憎い、わらわのもの。俺の役目は終わりで。忍びの歴史じゃねえんだよ。母はチャクラの祖そのもの。お前らガキが何をしても無駄だ。もうあれしかねえ、あの術しか。サスケ、ちょっと耳貸せ。どうだ、今は睨み合ってるみたい。これで最後かもしんねえけど、やるだけやってみねえとな。今までだってそれの連続だった。お前本気か。やってみるまで分かんねえだろ。それで奴の隙ができる可能性があるなら、アマテラス。逆ハーレムの術。これが忍びの歴史だ、この野郎。意外性ナンバーワン。この葉の忍びの道で言うならば、覚醒遺伝とでも言うのかな。やろう。変わった。この場所また移動したのか。一瞬で世界を書き換え、それが実体であるか。アマテラス！影土！